構石ゴロゴロしてるんですよ。こういう、まあ、ハードボトムに上がってきたり、すでにいたり、まあ風裏っすね、どう見ても。風ビュービューやもんな。とりあえず行っときますわ。こっからとりあえずね、アンモちゃん巻くんすけど、とりあえずアンモを巻くというところから。こんな足場なかったんですけどね。なんか素敵な足場ができてる。アンモちゃん、アンモちゃん。ボトム結構ね浅いんですよ。ここで多分深いところでも 1.5m、2m ぐらいしかなくて、 2m ぐらいですかね。オリジナルアンモちゃんサイズ。オリジナルアンモス。あ、最近巻きから入る。そうですね、まあ朝、本当の朝なんで巻いとこうかなと。火が上がってとかね、魚がスローな状態になってきたらスローな釣りっていうかね、どちらかというと今日は三寒四温の寒に当たってるんで、朝からスローなことしたいんですけどね。でもポンポンポンと先に投げといて、これで朝の恩恵を、だからまあ自分的には朝の要素が勝つのか、水温が下がって寒いからスローな釣りの方がこう分があるのか、どっちが正解なのかっていうのがまだ分かってない状態だから、両方やりたくて、とりあえず巻きから打っとこうかなと。で、淀川の場合そうなんですよね。まあ、本流とつながってたりつながってなかったり、いろいろワンドがあって、こう水温の上がりやすさとか、水温低下のダメージの受け具合とか、まあ、その辺も考えながら、まあ、このワンド、今やってるワンドは本流とつながってるワンドの隣にあるワンドで、まあこのプリスポーンの魚たちが入ってきて、その奥ドンツキまで行って、多分ね、季節で言うと、季節っていうか時間的に言うと、もう時間は結構ね経ってると思うんですよ。1週間とか、1週間前はね全然魚来なかったんで、でもその途中にやっぱ魚が入ってきた気配ってありましたからね。それも一斉に、まあ、ある意味野池の釣りが通用するし、でもやっぱり全体ね、本流も見て、その本流から魚が入ってきて、こうワンドの奥でスポーニングをしてまた出ていくみたいな、そういう大きい視点でフィールドを見ないといけないこともあるし、まあいろいろ試しながら。